どうこちゃなです。ちげです。けんゆです。です。はい。今からですね、僕が勝手に考案したゲーム、肯定否定ゲームやりたいと思います。賛成多数4人ということで、はい、可決します。うるせえ。ですね、肯定否定ゲーム。まずどのようなゲームかね、皆様に説明しないといけませんね。説明しよう。お前が言うな。お前がじゃあ説明しろよ。肯定して否定します。いや、その通りです。その俺らが今4人でこう散歩に出て、でまあ俺が何か指さして、これのこれについて、じゃあ君たちは否定して、で俺らはこう肯定するから。例えばさ、犬の糞が落ちてました、これ見て、これを持ち帰らない飼い主について、お前らは肯定して、俺は否定するから。まあ持って帰らない悪いよ、悪いけど、何があっても肯定組は肯定するの。それ分かった。で何があっても否定組はそれを否定するっていうっていうのを1分、あ、30秒ぐらい続けようかなっていう。でもちょっと判定者がいないから、まあその後はモヤモヤした感じで終わるっていう。言うだけ言って終わる。言うだけ、外で言うだけ。結論は出ないのね。じゃあ結論は出ない、結論 は、 結論はみんなが決めてくれればいいや。じゃあ行こう。言えんだよ。レッツゴーレッツゴー。あれやろ、あれやろ、あれやろ。何？みんなでジャンプするやつ。場所替えしよう。分かった、じゃあ場所ですか。行けよ、行けよ、行けよ、せーの、はい、はい、というわけでね、着きました。というわけで今ここに無人販売があるんですけど、これについて、この存在をまず肯定否定したいと思います。グッとパーで分かれましょう、分かれましょう。お、珍しい、珍しい。肯定否定だなんて。いや、肯定否定ゲーム、よーい、スタート。何も言われてないね。これは否定だよ。だってさ、普通に考えて、そうだ、安いかもしれないよ。でもさ、取られちゃうじゃん。そう。は？お前さ、そこは人の良心だろ。いやいや、人の良心って言いますが、見てください、あそこ12月23日万引きしています。はい、こういうの良くないと思うんで。でも、もし万引きがめちゃくちゃ立ち続けに続いてるとしたら、こんなことしません。続いてるから良心があるから。万引きじゃないかもしれないよ、あれ11ゲーム。ほんとだ、大引きになってるから。大引き白菜20。車にカメラが入ったら、うちの設置も連続する。まっ、しかもだって見て、直射にこう思いっきりかかってくから。大丈夫なの？お前、野菜ってお前普通に土育ってる時直射日光当たりまくるじゃねえか。育ってる時だろ。あいつらもう水分とかどこからも供給できないから。ジジイババアなんだよ。バカだよ、シラシラシラってしてるから。本当だよ、どうすんの。見て、あの安さ。お前スーパーじゃ買えねえから。スーパーじゃいくらなんだよ、言ってみろ。お前スーパー160とか70とか110。ここ110、株なんか何個入ってると思ってる。残ってんじゃん。は？残ってる、すごい残ってる。すごい、ね、作ったっていう証拠になってる。それスーパーでもどこで作ってるか分かんないし。いや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 、書いてある、中国さん、中国さん、書いてある。え、でもほら、知ってんのか、場所ちゃんと見に行った。場所だ、逆にだよ、場所だって。逆に場所見に行くやつ、場所見に行くやつ。いいんだよ。だってあれじゃん、ここで作ってるって分かるんだから安心して食えんの。でも国民は求めてない。はい、終了。違う、もう終わり、もう終了です。はい、次の場所行きましょう。今ここが道路になってまして、でこちら側にこのね、まあ電圧計とかで、こちらに芝村がある状態なんですけども、じゃあこの存在について討論しましょう。で勝ったら、勝ったら肯定に、最初はグーチャーゲンポイ、あくしょ、あくしょ、肯定。いや、肯定じゃん、絶対な。肯定で、肯定だよな。肯定否定ゲーム、よー、スタート。肯定、もう肯定でしょ。なんて立てる、あ、バカだ、立てる。小学校の時なんかもさ、あったじゃないですか、バランス感覚鍛えますみたいな。どこで鍛え、いや、ちょ、危ない、危ない、危ない。肯定側が危ないっつってるから。ピーン。じゃあ否定行ってみ、なんで否定。いや、だってまずいらないでしょ。これを守るためだったらそっちにも作れって話だろ。しかもこれを守るため、だってもうあるじゃん、守るため。違う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 、考えて、車、車だってそっちも必要じゃん。だって違う違う、別にだってバック入るときにさ、こう行くんだから。バックのこうやってほら、へこんでるの分かる。バックへこんでるの分かる。絶対あそこに作るべきじゃん。いや、確かにここに突っ込んだかもしれない。でもそれはバックっていうのはさ、スピードがさ、遅いじゃん。こっちから入ってくるさ、時はさ、スピード速いじゃん。どんな、だってもう入れないって分かってんじゃん。だってこいつ40キロだよ、40キロでくる、ポーンってくる。じゃあ肯定するんだったらさ、なんで作ったの。ちっちゃい子遊べんじゃん、これ。これで遊んだら危ないだろ、お前。あるもん、これあるもん。これで遊ぶなら向こうにもあるよ。あっち危ないじゃん、近くの。あっちは危ないじゃん。ビビビビビ、終了終了終了。よろしかった。いらないだな、これはいらないだよ。やべ、これは待て、これは終了のせいで負けたくないじゃん。肯定否定をするのはね、こちらです。この地面に生えてる謎の矢印、こっち側に駐車場があって、
で、こっち側に道路がありますね。なぜこの矢印があるのかっていうのね。こうできていけない。よーい、スタート。いらない。いやいや、いるでしょ、名前ないじゃん。はここからこっち側は道路ですよっていう。そう、目印、目印、目印。じゃあ、あっちの道路ないじゃん。じゃあ、ここってマンションなの。ここマンションなの。待ってね。ここアパートなの。これ見るより道路見た方が早いじゃん。いやでもここは道路かわかんないじゃん。わかるでしょ。これ見てもここは道路かわかんない。いや、わかんないやつがいるんだよ。そう、違う、あのね、違う、これもともとね、見る用じゃなくて工事の人が使ってたの。そうこっから、じゃあもういらないね。もういらないね。いや、今いらないってこと。だから、違う、今工事してる。終わってんじゃん。終わってる。え、じゃあ他のところにも必要だよね。だからそれは、だからここアパートじゃん。このアパートのそれはアパートだ。だからここ違うアパートだ。会社が違う。こっちも多分ある。会社が違う。あるある。じゃあ会社が違う、会社が。じゃあ一つ、ここは優しい会社だからこういう矢印を使って。これ法律に決まってないけど。さあ、いらないじゃん。ドワーッ。はい、というわけでね、まあ町にあるさまざまなものを肯定してみたんですけど、まだ足りない。何か忘れてるもの。足りない気がする。足りない。もっとやりたい。もっとやりたい。もっとやりたい。もう一個ぐらい。でももうさすがにもう何もない今。あるよ。その名前やっているから。さ、臭い。汚い。部屋が汚い。さ。